皆様おはようございます。それではただいまより2021年1月17日第3数日礼拝を始めたいと思います。では最初に、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと神がご自分を求める者には報いてくださることを信じなければならないのです。ヘブル人への手紙12章6節。ちょっと来年度になりますけれども、先生が選んでくださった、総会を経て正式な書になっても分かりませんが、2021年の、正午節なかます。では心を神様に心静まこの礼拝の時を迎えます。ではよろしくお願いします。
世界中のクリスチャンが持つ共通の信仰告発を一緒に唱えましょう。一部は前のスクリーンもしくは修法のリズムにもあります。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天皇の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより鍛えて生けるものと死ねるものとを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とことしへの命を信ず。アーメン。続きまして、主イエス様が教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。これも前と同じようにスクリーンまでは主の祈りに書いてあります。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくば皆を崇めさせるため、御国を光らせるため、御心の天になるごとく地にもなさせるため、我らの日常の糧を今日も与えるため、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したため、我らを試みに合わせず悪より救い出したため、国と力と栄とは限りなく何時のものにならない。アーメン。では、今日の礼拝のために司会者がお祈りをしたいと思います。心を合わせていただければ幸いです。ではお祈りを行います。愛する天のお父様、今日もあなたが許してくださって、主にあってあなたが招いてくださって、ここに一人一人を集めてくださったこと感謝をいたします。今世界中が感染症のために本当に右往左往しています。でもあなたはいつもどんなところにもいてくださいます。私たちのうちに主にある平安が常にありますように。私たちが信じ耐えるべき方はあなた以外にはありません。どうぞ主よ、いろんなどんな中にあってもあなたの恵みのうちに、あなたの平安のうちに、私たちが主にあって平安を得ることができますように、耐えてください。世の中は動いてまいります。私たちの周りも騒がしくなってまいります。でもそんな時にこそあなたと共にある幸いを私たちは感じることができますように。こんな時であるからこそなおなおあなたにより頼んでいくことができますように。主よ、使いにください。愛する天のお父様、この時でしか味わえない主の恵みをしっかりと味わうことができますように。私たちが耐えるものがなくなればなくなるほど、主がどんなに私たちにとって大切なものであり、あなたがいつも私たちを支えてくださることを、見てくださることをさらに知る恵みの場所であります。どうぞ主よ、さらに新たに信頼していくことができますように変えてください。今日の礼拝をどうぞあなたが祝福してください。このところに聖霊を豊かに注いでくださって、あなたとの交わりの素晴らしさをどうぞいっぱいに満たしてくださいますようにお願いをいたします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしさを心から賛美させてください。愛する天のお父様、あなたは誰よりも確かな方であり、私たちを愛し、私たちをのこの言葉を聞いてくださる方であります。ですからそのあなたに心を注ぎ出して賛美し祈ることができますように帰ってください。またこの聖書を通してあなたの御言葉が私たちに与えられています。
まあ、先生を通して神様あなたのメッセージをしっかりと私たちに受け止めることができますよ。主よ、私たちの耳を心をあなたがいっぱいに開いてくださって、主の愛の言葉を受け取ることができますように変えてください。またその言葉によって私たちが歩んでいくものとなさせてくださって、あなたが本当に頭の中だけではなく具体的な生活の中にあって、どんなに力強い方であるか、あなたとの親しい生活を、交わりの生活をお与えくださいますように。今日の礼拝を最初から最後まで主はあなたにお委ねいたします。どうぞあなたが全てを支配してくださり、全てを取り計らってくださり、一人一人をにあなたがお語りくださいますようにお願いいたします。しばらくの時一切を主にお委ねいたします。愛する天の父様、私たちの必要全部をご存知の主に、よりさらにより頼んでいくことができますように、今日も礼拝を守るにあなたが守らせてくださり、このように静まって主の前に出ることができましたこと、ありがとうございます。今日このところに集うことが叶わなかった人の上にも、主はあなたの豊かな恵みと祝福がありますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの大好きなイエス様の御名を通して、神様あなたの御前にお捧げいたします。では、もう一曲賛美いたしましょう。お座りになったもので結構でございます。賛美歌の525番年輪に深く
ヘブル人への手紙11章5節です。中瀬みちるさんにお話しします。その後、先生によりまして今先生が信仰によって移されたと題してメッセージを出します。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に呼ばれていたことは移される前から証しされていたのです。で、愛の聖書です。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に言われていることが証しされていました。アーメン。皆さんおはようございます。おはようございます。いつもの方も久しぶりの方もようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。お祈りを捧げましょう。天のお父様、世界的にまた全国的にこの埼玉県杉戸町におきましても新型コロナウイルス感染症の方々が増えております。主よ、どうか守ってください。愛する家族や親族、友人、知人、職場の方々を守ってください。病院や施設の最前線で休むこともままならずご奉仕くださっているお一人お一人を支えてください。そして神様、この国の為政者たちをあなたが守り導いてください。適切な指示を、適切な舵取りをすることができるように主が助けを備えてくださることをお願いいたします。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は信仰によって移された人、信仰によって移された人、そんな題をつけました。結論はこれです。信仰によって神様と共に歩み、信仰によって神様に喜ばれていたエノク、その人物のことを一緒に見ていきたいのですが、彼はなんと死を見ることがないように移されたと書かれています。その素晴らしい人生について一緒に覚えていきたいと思いますが、まずこの聖書が教えているいろいろな信仰についてちょっといろいろと見渡してみたいと思っております。聖書が教えているいろいろな信仰、神様と共に歩む道、その道の光としての聖書がまずあります。聖書の中に書かれていることを信じていく、その聖書信仰が一番大切な部分になっていきます。聖書を抜きにしていろんな他のことを考え始めるとありとあらゆる変な信仰が出てきますので、聖書に基づいた信仰ということがまず一番大切なことかと思います。でも聖書はいろいろな信仰を教えています。例えば三位一体の神様を信じていくという信仰が語られていきます。父なる神様がおられ、御子子なるイエス様がおられ、そして聖霊なる神様がおられ、三人別々の神様がいらっしゃるわけではない。三位一体、父なる神様も子なる神様も聖霊なる神様も一体になっておられる、交わりの中で切っても切れない、区別できない形で深い絆で一つになっておられる、そのような神様が聖書に掲示されております。
父なる神様を信じる信仰は創造信仰とか設立信仰と言われます。子なるイエス様を信じる信仰は十字架信仰とか復活信仰と言われるでしょう。そして聖霊を信じる信仰もあります。聖霊こそ信仰による義へと導いてくださる神様の憐れみ深い優しい霊であります。単なるエネルギーとか力ではありません。神ご自身の聖なる神様の霊なのであります。目には見えません。しかし風や息と同じように確かに存在し、私たちのうちに働き、私たちのうちに住んでくださるような妬むほどに神様が慕っておられる神ご自身の霊であります。聖霊信仰とともに臨在信仰ともいうことがあります。岡山の西大寺のキリスト教会の主任牧師として長い間ご奉仕なさった赤江先生という方がいらっしゃいますが、最近私なりの主の祈りという本を書きました。とっても素敵な本ですから、ぜひ読まれることをお勧めいたします。その中では臨在信仰というふうにも表現されている言葉があります。生ける神様の御前で生きる、今も生きて働かれるその生ける神様の御前で生きる臨在信仰、それはバックストーンをはじめとする松江バンドとかいろいろなそこの中で出てくる素晴らしい信仰であります。生ける神様の御前で生きるその臨在信仰、それは素晴らしいものがあります。また個人的な信仰にとどまりません。教会とともに歩む信仰、またそれは一緒に感謝する信仰へと向かっていくでしょう。御国信仰、神の国信仰とも言われます。それは世界に宣教へと向かう、福音宣教へと向かう信仰であります。またこれから先のことを見るならば、終末信仰、再臨信仰などというものもあります。再臨待望集会とかっていうのもありますよね。しかし今日一緒に見たい信仰というのは死に勝利する信仰であります。死に勝利する信仰、あるいは死を飛び越える信仰です。もう一つ別の言葉で言うと、死を超越してしまう、死をはるかに超越して飛び越えて、死をものともせずにその先へと向かっていく信仰であります。古利根の流れのほとりに植えられた私たちにとりましては、ふるさと、天のふるさとに移されていく信仰、そんなふうにも表現したいと思いますが、そのような天のふるさとに移される信仰について見ていきたいと思っております。今日皆さんと一緒に分かち合いたい、まず最初のテキスト、聖書の箇所はヘベル人への手紙の11章の5節です。11章の1節から順番に読み進めておりますが、今日は11章の5節だけを見てまいります。この後11章、そして12章、13章に向かって、いろいろな数限りない信仰の先輩のその信仰の歩みを見ていきたいと思います。特にこの5節は6節と結びついております。今年新しい年、兵庫聖句にしたい、このヘブルの11章の6節は実はこの5節と結びついております。今日と来週はとてもセットになったメッセージになるかと思いますので、ぜひ覚えてくださればと思います。まず5節、ヘブルの11章の5節、耳を傾けましょう。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から証しされていたのですと新科訳2017は訳しております。これまでの訳では信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが明かされていましたとあります。いずれの訳でも共通することではありますが、信仰によってエノクは移された。しかもその移されたという言葉が3回も繰り返し使われています。信仰によって移されました、神に移されました、そして移される前にも神様に喜ばれていました、そんなことが繰り返されています。信仰がもたらしたものは移されるという報いであります。移されるという祝福であります。
それは天のふるさとに移される。そしてこのエノクに関しては特別な意味で、死を体験することなく死をすっ飛ばして、死を超越して死に勝利して天のふるさとにそのまんま、この地上からそのまんま死を経ることなくそのまんま移された、そのような人物であります。このエノクという人は聖書のどこに、旧約聖書のどこに登場するのでしょうか。断崖の中を見ますと、創世記の5章あたりが参照箇所として挙げられているかと思います。聖書の一番最初の創世記を今日も開いていきたいと思います。創世記の5章、先週はカインとアベルの話をしましたね。それは4章で出てきましたが、今日5章に進みます。このヘブルの手紙の著者は順番に旧約聖書のいろいろな信仰者について語り始めます。創世記の5章を開いていただきますと、アダムから始まってその最初の人の子孫たちの歩みが、歴代の人たちの歩みが出てきます。5章の1節から、これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造したとき、神の似姿として人を作り、男と女に彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、彼らの名を人と呼ばれた。そして3節から5節には、アダムの生涯が記されています。アダムは130年生きて、彼の似姿として、彼の形に男の子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。アダムに与えられた子供はセツと名付けられます。セツを産んでからのアダムの生涯は800年で、彼は息子たち娘たちを産んだ。アダムが生きた全生涯は930年であった。こうして彼は死んだ。嘘だろうという方がいるかもしれませんが、でも聖書は大真面目に1000年近いこの地上の歩みをアダムは生きたと記録しております。しかしこの後共通して出てくる言葉は、彼は何年生きて、そしてこうして彼は死んだという言葉です。人生というのは生まれてきて、そして死んでいく、この2つの大切な要素があります。いかなる人であっても生まれてきて死んでいくというのが通例であります。アダムの子孫として与えられた節は6節から8節で紹介されていますが、節は105年生きてエノシを産んだ。セツはエノシを産んでから807年生き、息子たち娘たちを産んだ。セツの全生涯は912年であった。こうして彼は死んだと続きます。千年近い歩みは続けられます。しかしやがて死に飲み込まれてしまうという、そのこの地上の生涯であります。セツが産んだエノシ、エノシに関しては9節から11節に出てきますが、同じように11節の最後、こうして彼は死んだと出てきます。その後の人たちも同じです。14節、ケナンの全生涯は910年であった。こうして彼は死んだ。17節、マハナレールの全生涯は895年であった。こうして彼は死んだ。20節、ヤレデの全生涯は962年であった。こうして彼は死んだ。ここに出てくる一人一人は、ほとんどの人物がこの死を持って、死を体験して、この地上の人生の幕を引いていった人物であります。ところがこの5章の21節から24節をご覧ください。そこに今日私たちが見たいエノクさんの生涯のことが記されております。そしてこのエノクさんは特別です。もう地上の人生を超越しています。はるか空高くに輝いている星のような、しかも一等星としてキラキラと輝き続けているような、そのような生涯が記録されております。創世記5章の21節から、エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。ちょっと高齢出産かもしれませんね。65歳になってやっと子供が与えられました。メトシェラ君。エノクはメトシェラを産んでから300年、
神と共に歩み、息子たち娘たちを産んだ。エノクにとって人生の転機はこの65歳の時でありました。65歳の時にメトシラという息子が与えられた。その時から彼は300年間ずっとそれ以降の生涯を神様と共に歩んだというのです。この言葉は本当に星が輝いているような素晴らしい輝きを放っております。エノクはメトシェラを産んでから300年神と共に歩み、息子たち娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。1年の365日と似ておりますが、365年全生涯、これまでと比べたらかなり地上の人生は短いかもしれません。しかし24節こんな言葉が続きます。エノクは神と共に歩んだ。エノクは神と共に歩みます。そしてその後に驚くべき言葉が続きます。神がエノクさんを取られたので彼はいなくなったと記されています。死んだとは書かれてないんです。こうして彼は死んだとは書かれていません。エノクさんだけです。ここではエノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなったと記されております。取られたという言葉が先ほどのヘブル人の手紙11章の5節では移されたという言葉になっていくかと思います。神が彼を移されたので彼はこの地上からいなくなっちゃった。そのまま地上から天国に、天のふるさとに、そのまま死を経由することなく死を飛び越えて移されたというのです。先ほどのヘブルの11章の5節週報にも印刷しておりますのでご参照ください。このエノクさんはなぜそのように移されたのでしょうか。その理由が記されておりました。信仰によってという言葉です。信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。信仰によって移されたと言われます。そして彼の地上の生涯、神と共に歩んだと紹介されていたその生涯は実は移される前から神様に喜ばれていたんです。そのことが明かしされていましたと紹介されております。神に喜ばれていたと紹介されています。神に喜ばれていたのはなぜでしょうか。彼が神様と共に歩んだからです。それが彼の信仰であったかと思います。ここで言われている信仰とはすなわち神様と共に歩むことであります。インマヌエルである神様、いつでもどこでもどんな時でも共におられる神様と共に、その神様に背を向けないで神様の方に向いてその神様と一緒に歩む、これが信仰であります。心尽くして主により頼むことと表現してもよいかもしれません。とにかく神様と共に歩む、それが信仰の表れであります。神様と共に歩むならばどんなことが起こるでしょうか。神様に喜ばれるのです。そしてやがてこの地上の人生が一つの区切りを持つ。しかし彼は移された。天のふるさとに、パラダイスに、天国に移された。死を超越して死に乗り越えて死に勝利して移されたと続いてまいります。死に勝利する信仰、死を飛び越える信仰、死を超越する信仰、天のふるさとに移される信仰、それはどういう信仰なのか一緒にまとめていきたいと思います。それは神様と共に歩む信仰であります。今年一つの参考書として
この印刷を用いたいなと思っておりますが、子供と親のカテキズム、神様と共に歩む道、これはその解説書ですけども、神様と共に歩む道、これは子供と親のカテキズム解説、神様と共に歩む、その信仰の道を一緒に覚えていきたいと思っておりますが、それはまさに信仰の歩みであります。神様と共に歩むことがすなわち信仰であります。それはどんな思いから生じてくることでしょうか。神様を喜ぶそんな思いからではないでしょうか。いつも神様と一緒にいたいという思い、素晴らしい神様と一緒に歩みたいという願い、そして神様が喜ぶことを私は一緒に喜びたい、神様が悲しまれることは私も一緒に悲しみたい、そんな風な神様と同じような心を持って生きていく、そういうことも意味しているかと思います。神様と共に歩む信仰、それは神様に喜ばれていく信仰となってまいります。神様を喜ぶ信仰が神様に喜ばれる信仰になっていきます。実は聖書の神様は本当に素晴らしい花婿さんであります。そして私たち人間はとっても恥ずかしい浮気症で、そして時に盛りのついた猫のように情欲に狂って、そして神様に背を向けて神様との愛を裏切り続けてしまうようなものであります。旧約聖書では主なる神様とイスラエルの民族がそうでありました。夫と妻のような関係であります。一番激しい神様の愛が表されているその一つはホセア書という旧約聖書の預言書ですけれども、そこには預言者ホセアに神様がとんでもないことを命じていく、そういうところから始まっていく預言書であります。主はホセアにこんなことを言われるんです。言って会員の女と会員の子らを引き取れ、この国は主に背を向け淫行にふけっているからだと記されています。浮気症で情欲に溺れているその会員の女とその会員の子供たちを引き取ってあなたの奥さんにしなさいというのです。なぜかというと、この国イスラエルは主に背を向けて淫行にふけっているから、さまざまな偶像礼拝に慕っているからというのです。これが神様と私たちとの関係でありましょう。私たちは自分勝手なご利益を求めて、商売繁盛、家内安全、無病息災、そしてお金儲けのために神様を利用いたします。そのようにして神様を持ち上げておいて、その実は神様に背を向けて自分が主人のような状態、そしてさまざまな形で自分の思いを遂げようとして淫行にふける、そのような汚れ果てた罪深いものであります。全く愛されるにふさわしくないものであります。受け入れられることが非常に難しい、本当に汚れていて聖なる神様が受け入れることはそのままではできない、本当に主に背を向け続け神様の愛を裏切り続けている、そういうものでしかありません。分かっていてやめることができない、主に背を向けることしかできない、淫行にふけることしかできない。しかし聖書の神様はそんな罪深い、まさに罪人の頭と言われるような私たちをそれでも愛して、それでもそういう人と一緒に結婚したいと願ってくださるような素晴らしい旦那様のような方なのであります。神様は私たちがどんなに背を向けて浮気をしたとしても、それでも真実な愛を尽くして、それでもあなたと一緒に歩みたい、あなたがいなければ私は本当に死んだ方がマシだと言わんばかりの
そのような情熱的な愛を持って私たちを見捨てないで関わり続けてくださる方なのであります。このエノクさんも一人目の息子が与えられるまでの65歳までの間は神と共にあまり歩んでいらっしゃらなかったように思います。しかし神様が働いてくださったのでしょう。そして目が開かれたのだと思います。いつでもどこでもどんな時でもこんな私と神が共におられるということに気づく、こんな私を愛してくださっている神がおられるということに気づく、全てをお見通しで全部バレている、自分で自分が嫌になるほどに自分が汚れている、罪深いにもかかわらず、それを百も承知の上でそれでも私のことを愛してくださり、真実の限りを尽くしてくださり、そしてこんな私と一緒に歩みたいと願ってくださっている、その神様の愛に触れられていったと思われます。そのような神様体験をしていくときに私たちの人生は180度変えられていくかと思います。それまでそこにいつも一緒にいてくださる神様が見えなかった、気づかなかった、でも実は生まれる前からその方はずっと一緒におられて、私たちが神様に背を向け続けている時もずっと一緒におられて、そして私たちを背負い続けてくださっている、私たちを支え続けて生かし続けてくださっている、そのような神様がこの聖書の神様であられます。イザヤ書の中にいくつかの素晴らしい言葉がありますが、ある箇所では生まれる前から背負われているものよという表現が出てきます。イザヤ書46章です。素晴らしい箇所ですから開いてみましょう。神様が実はどんな時でもあなたと共に生きたいと切に切に願って、いつもあなたと共にいてくださる方なんだ、そのことに気づかせてくださる一つの聖書の言葉であります。イザヤ書46章3節4節、少々青春時代が過ぎ去ってしまってもう年だからといろいろとこう思ってしまうような人にはなおさらこの箇所は素晴らしい響きを持っております。イザヤ書46章の3節4節をお読みいたします。ヤコブの家よ、私に聞け。イスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ、お母さんのお腹の中にいた時から神様に担がれ、生まれてくる前から神様に運ばれたものよと言われます。それが私たちです。あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負う、私はそうしてきたのだ、生まれてくる前からずっとそうしてきてるよ、今もそうだし、そしてこれからもそうだよ、私は運ぶ、背負って救い出す。聖書の神様は私たちを生まれる前から運んでくださっている、生まれる前から背負い続けてくださっている方であります。ですから自分の足で歩いていると思ってもそうではない、足跡は一人分しか、神様の足跡しかない、そういう人生なのであります。エノクの信仰とはそのように気づいていなかった時にも神様が共におられて、私を背負い、私を本当に大切にして、私のようなものと一緒に歩みたいと切に切に願っておられる、そういう素晴らしい神様との出会いでありました。信仰がなければ、
神に喜ばれることはできませんとあります。神様と共に歩む、それが信仰でありますが、そういう神様と共に歩みたいという思いがなければ神様に喜ばれることはできません。でも神様がおられること、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないと言われます。神様と共に歩む、それはまず神様の素晴らしさを知らなければそういう神様と共に歩みたいと思わないでしょう。でも圧倒的な恵みの中で、こんな私がそれでも受け入れられ愛され許されている、こんな私と共に歩んでくださることを選び取ってくださる神様、こんな浮気症の会員の女をめとってくださる旦那様、そのような神様を知っていくならば、神様と共に歩みたいという思いが芽生えてくるでしょう。それが信仰の歩みとなっていきます。そして神様と共に歩むことこそ神に一番喜ばれることなのです。神様は本当に命をかけてあなたと一緒に歩むことを何よりも切に切に願っておられる方なのですから、私たちが神様と共に歩み始めるならば、神様は本当に大喜びして、よく私の方に振り向いてくれたね、これからは一緒に生きていこうじゃないか、喜びも悲しみも私と一緒に乗り越えていこう、神様はそのように一緒に人生を生きることを喜んでくださる方です。私たちが喜ぶときに一緒に喜んでくださる、私たちが涙を流すときには一緒に涙を流してくださる、それほどに私たちと共に歩むことを願ってくださいます。そこにもすでに報いがあると思います。聖書の語っているこの絵の具さんがもらった報いとは、こんな薄汚れたものが神様と共に歩むことが許されているということでありましょう。こんな罪深いものが聖なる神様と一緒に歩むことができる、しかも夫と妻として、神様の子供として、そしてこんな私が神様に喜ばれている、私の存在そのものが神様を喜ばしている、何にも良いことができない、悪いことしかできない、でもそんな私を神様は喜んでくださってそばに置いてくださる、神様に私が喜ばれている、それも報いの一つでしょう。地上の人生を終えた時にも、よくやった良い忠実なしもべよと言っていただける、それが報いでありましょう。さらにこの報いは地上だけのことではありません。もしかしたら地上におきましては何の御利益もないかもしれません。しかし天のふるさとに移されるという最後に残された報いがあります。罪深いものが、罪人の頭でしかないものが天のふるさとに移されていく、パラダイスに入ることができるものに、天国の国籍を持ったものとしてそこに入国することができる、それは本当に素晴らしい報いではないでしょうか。いろんな信仰の告白がありますが、例えば使徒信条、使徒信条は一番最後にその報いをこの3つで表現しております。罪の許し、体のよみがえり、永遠の命、これが使徒信条を語る報いでありましょう。そして私たちが信じるべき報いです、期待するべき報いです。罪の許しがある、それをすなわち聖なる神様と一緒に歩むことが許されるということでありましょう。そして体のよみがえり、永遠の命、それは死を超越する命です。たとえ死を、その死の苦しみを味わわなきゃいけなかったとしても、その死がおしまいではない、その死の向こうで天のふるさとに移されていく、そういう報いであります。もうすでに天の国籍をいただいて、
私たちの国籍は天にあります。そういう天国人としてやがて必ず天のふるさとに移される、そのような素晴らしい報いが体のよみがえりとか永遠の命というふうに表現されている報いかと思います。信仰とは神と共に歩みたいと願う心でありましょう。そのような神と共に歩むことこそ神が一番喜んでくださることであります。そしてその人生は地上の死で終わりません。天のふるさとに移されるというそこまでの報いが保証されております。エノクさんとかあるいは預言者の中の一人には死を見ることがなく直接天に上げられたという人がもう一人ぐらいいるかもしれません。しかし私たちがたとえそのような死を見ることがないというような報いがなかったとしても、死が終わりではないという報いがあるならば十分素晴らしいことではないでしょうか。実はこの後出てくる歴代の信仰者たち、この人たちはみんな移された人たちです。移されたということは今も生きているということです。この地上の場所が、住んでいる場所が違っただけで、移されて今天の御国にいるんです。その人たちはあのアリーナのように私たちの周りを取り囲んでいる。そして私たちの地上の人生の歩みを見守って応援してくださっているんです。先に天国に行かれた移された人たちもそうです。昨年召された方々もそうです。死んでいなくなったわけじゃありません。場所が移されただけです。天のふるさとに、そこから私たちを応援してくれてるんです。見守ってくれてるんです。私たちはそのようなたくさんの信仰の先輩たちに励まされて、何よりもイエス様に、父なる神様に、聖霊なる神様に励まされて、この地上の人生の長谷場を走り抜くことができるようにと導いてくださって、導かれております。昨年本当に信仰の先輩が手に帰って移されていきましたけれども、その方は木彫りが得意な方ですよね。私にも一つの聖書の箇所を木で彫ったやつをですね、プレゼントしてくれたことがありました。その聖書の箇所はこれです。死に至るまで忠実でありなさい。黙示録の言葉ですけども、死に至るまで忠実であれというその聖句をですね、木彫りで彫って私にプレゼントしてくれました。その方は、その方自身がそれをいつも心がけていたんでしょう。死に至るまで神様の愛に忠実に応えていく、死に至るまでいつも神様と一緒に離れないで、いつも神様と一緒に歩み続ける、離れたくない、そのような信仰は必ずや神様を喜ばせていたことでありましょうし、そのような信仰があれば神が喜ばれ、そして豊かに豊かに報いがあり、今すでに死から命に移されて、そこで神と共に永遠を過ごしていらっしゃると思います。私たちも行くところが決まっているならば、死を恐れる必要はなくなりました。それぞれ皆さんご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思います。神様がどんなに素晴らしい方なのか、そのことがもっともっとよくわかるように、そして信仰によってやがて移されていくことができるほどの信仰によって、この地上の人生を神と共に歩むことができるように、神に喜ばれる歩みをしていくことができるように、そして永遠を神と共に移された天のふるさとで過ごせるように、今この地上の人生を主と共に歩み始めていきたいと願います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたは本当に素晴らしい方です。すべてをご存知で、私たちは完全に知られています。どれほど私たちが自分勝手で自己中心で、また罪を主体求めるものであるか、しかしあなたはそんな私たちを変わらない真実を持って、永遠に変わらない愛を
イエス様のお名前を通してお祈りいたします。